何を紹介したいかって文化の世界とオープンソースコミュニティの日本のオープンソースコミュニティのマスコットを作ろうっていうお話、このキャラクターを作ろうっていうのは実は前々から結構あったんですけど、なかなかいいアイデアが出てこないっていう、なかなかその話は出てそれで飛んだしたんですけど、ちょっとまあある経緯がありますので、ここに分かります。ありがとうございます。まあ、ここで、作ってみようって話になったと思います。で、プロジェクトって書いたのは、まさにこれ、ファンの活動と会社の仕事と関係ないんだよっていうふうに思ってもらうためにこう書いたんですけど、この人は、まあ、日本の中独自でプロジェクトで、日本のオープンソースコミュニティのマスコットのキャラクターです。で、経緯はすごく簡単で、つい最近あのオープンソースカンというのに参加ですけど、その時にネットビーンズのマスコットキャラクターを作ったあのキューブ状のを作った金内さんという方に私がたまたまお会いしたっていうのがあって、その時にこの場でオープンのマスコットを作ってくださいよってこと言ったら喜んで、あ、いいですよって言ってくれたのがきっかけです、はい、で、今のところ候補もうすでに作ってもらってよく作ってもらった翌々日くらいでポーンって流れて、でその後修正入れてもらって全部合わせて7つ作ってもらったんですけど、オープンソラリスとかソラリスって言ったら皆さんどんなものをイメージするか頭の中でちょっと考えてみたい、それを考えてもらった上で、決して違うオープンソラリスだっていうことで、私の方から金内さんにさ、マスコットキャラクター1つ目がこんなどうなのか、水色、最近オープンソラリス水色をベースにしてる感じで、ロゴも水色が多くなってきて、まあ、水色で、あとまあソラリスって宇宙人をイメージするのが多いので宇宙人っぽくして2つ目がソラリスだからやっぱりかなというで、まあ、水色を基調にして作ってみます。で、3つ目が宇宙惑星ってイメージなので、こう惑星を歌うことにして、いいキャラクターさんが作ってくれます。よっか、やっぱソラリスは太陽だろうっていうこと、ちょっと太陽をイメージしてもらって、ちょっと偉そうなキャラクターで作ってもらったんですけど、実はサングラスを取ってみたらすごいつぶらな瞳で、ちょっとこう沖縄スケを見せつつも実はちょっとこう上質になってソラリスに似てる。で、4つ目がこれは本当にもうこう俺が親しくフレンドリーで作ってみたくて、交換にしたような惑星の杖を持ってソラリスに持ってソラリスに。3つ目はちょっと色を土をなくしたよって作ってもらって、最後にさっきの宇宙人っていうコンセプトはそのまま残しても、水色をネットビーンズのビーンと似たような感じになっちゃうから、ちょっと色で見て作ってくださいって言ったのは、まあ中身フェイスライムみたいな感じで、まあそんな感じで、で以上が7つで、もう一回押してもらっていいですか。全部今までのものがこれです。で、別にこの中からオープンソラリスのコミュニティのマスコットを決めるってすごいことになくて、私とその金内さんの間、こういうキャラクターは面白くないかっていう提案っていうか、こうプロジェクトの始まりなので、この中で皆さんにこのもの何かっていうのをこの場で意見挙手でいただこうと思ってた1つ目と、2つ目が他にも何かいいマスコット、皆さん自分のブログとかにでもこうっていうイメージをしてもらってメールにくれればみんなで検討しようと思うかなという感じで、名前も候補は1個あっていくつかあって、ソラリス、ソラリスだから、ソラリはこうソラのままにはソラリ、ソラってソラで、まあよくよく調べるソラリンっていうのは別のマスコットですでにウェブ上に乗っかってたので、使えるかどうかの微妙なことはあるので、まあ名前の候補を考える、皆さんにも最後に挙手で、そう、あと最後にアンケートにでも書いてもらえると思うので、アンケートがいい。ですか。でもいや、直感で、まあ、一つ選ぶとしたらどれがいいかっていうのをカウントするつもりもないので、皆さん、見た感じでこう、あ、これが一番いいのかなっていうのを聞きたいと思うので、ここで皆さん、分かりますですか。じゃあ、聞きたいと思います。じゃあ、一番がいいという方。誰も手あげないから手あげないって感じ。それじゃあ2番がいいっていう方。3番。はい。4番。5番。おお。
6番。じゃあ7番。あ、また後あります。4と5と5はどうですか？4と5。いや、まあでも、あくまで皆さんの意見ですけど。そういうの、まあ、またメーリングリストにでも流して、皆さんから意見いただきたいと思います。いいデザインを作るか、そちらの方もできると思いますので、じゃあ、アンケートの方にでも、マスク意見をよろしければお書きくださいということで、以上です。ありがとうございました。プロジェクトの紹介ですね。はい、じゃあ、今日も最後までお付き合いどうもありがとうございます。ここでですね、せっかく来てくれたので、私の企画じゃなくて、珍しく河合がですね、何かやりたいっていうんで、先ほどの3分の1ぐらいしか来ていただけなかった順で、逆にいいかなっていうことで、テクデで配った、会員向けの、はい、と、ですね。これをどういうふうにかけるんですか？あ、69万ですね。これや、ね、ヤフオクで6500円でした。あのチックデーの時に SBC 限定でプレゼントさせていただいた今してるけども、まあ、文字盤の中に3読があって、あと、3時と6時と9時に9分出ます。今、あるオープンソーラスのオープンソースの Java であるとかグラスであるとかとも、そういったロゴを、まあちょっと派手な時計なんですけれども、こちらをしたいと思います。で、これはですね、入れ物こうロゴが入ってるんですけれども、これ時計抜いていただくと、ここが引いて、実は貯金になります。ですからね、500円玉を貯めると結構長くなると思うので、ね、これが貯まったらまた戻してください。で、まあ、今年の最後のセミナーということもありまして、今年1年と思いまして、これをじゃんけんで、2名の方に、私とジャンケンをやってた2名の方にプレゼントします。ルビックキューブで、それはこちらなんですけど、はい、まあ、一緒にやってしまいましょう、時間もないので、はい、これね、昨年のテックデーの時に来ました。で、テックデーにはですね、なんかちょっと、いいものを作ろうかなと思っても考えてるんですけど、これはちゃんとルービックの、ルービックの、ロゴが入って、ちゃんとしたものなんですけれども、ぜひ使えるんですね。サンロゴとかオープンソライスとかリュウとかですね、こういったものを入れたルービックキューブになります。この、4つですね、4つをプレゼントしたいと思います。最後に4つをどうやるかっていうのがちょっと面倒なんで、最初に行きましょうか。1回最後に2回残ったら最初に設定、最後に残ったこれ差し上げて、もう1回チャンスがあってチャンスをして残った方ということにします。まず時計やりますので、先生方皆さん、お願いします。で、負けたら座ってください。座って。あ、相棒です、はい。勝った人だけ残ってください。で、最初はグーからやります。はい、最初はグー、じゃんけん、チョキです。ですので、グーの方。グーの方。はい、じゃあもう一回いきます。最初はグー、じゃんけん、ポイ。チョキの方残ってください。はい、いきます。最初はグー、じゃんけん、ポイ。グーの方残。最初、じゃんけんぽい。パーの方。じゃあ4人になります。あ、ちょっと、はい、いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。グー、あ、ちょっと2人、はい、はい、次はロビックキューブになります。これ、こちらも、参加して、したい方はお送りそうです。で、いきましょう。最初はグー、じゃんけんぽいの方。はい、行きましょう。はい、最初はグー、じゃんぽい。グーの方。行きます。最初はグー、じゃんけんぽい。パン。今日行ける。最初はグー、じゃんけんぽい。おー、最後は冒頭に原口さんちょっと言ってた、ですね、ビデオで今日の最後にしましょう。はい。